錦鯉の長谷川雅紀です、はい、占い師大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、旬な人占いでございます、はい、さあ、今日はどなたでしょう。はい、ちょっと僕ね、気になる方がいたんで、ぜひ先生に見ていただきたいと思ったんですけれども、はい、この方でございます。はい、柴田彩さん。柴田彩さんね、SKE の方ですよね、元、はい、もうね、あ、元ね、もうお辞めになったのか、はい、なんかね、アナウンサーに転身したということで、うん、もうアイドルだったのか。そうですね、まあでもアイドルも、後で生年月日も出るけれども、もう23ぐらいかな、かな、多分そのぐらいだったと思うので、まあいい転身かもしれないですよね。あ、まあその辺も含めてまた占いますけれども、でも、そもそも、はい、長谷川さん SKE 知ってます？知ってますけど、やっぱりその、ね、名前誰が誰とかっていうのはやっぱ言えないですよね、もうおじさんだから。それでさ、 AKB ならまだね、ちょっと分かりますけど、まあまあ、もう若い人はちょっと分かんないですよ。新しいメンバーというか、次から次へと入れ替わってるじゃないですか、はい、すごいんですよ、 AKB だの、 SKE だの、 N なんとか、はいはいはい、欅とか、乃木坂とか、うん、東京の読めない地名がいっぱいありますね。いっぱいあって、あんなの全部言える人もいるんですかね、メンバー。まあ、すごいなと思って、まあ、ポケモンコンプリートもいるわけだからね、はい、まあまあコンプリートしてる人もいますか。でもね、今の長谷川さんがほらおじさんだから知らないって言ったんだけどさ、ね、その振りの後で俺が推しメンの名前言ったらどうする？いるのかい。いそうだけれども、先生、私ね、 SKE だとね、はい、もうすでに彼女より一足先に辞めてるんだけどね、沢子。わかんない。知らないよな、畑沢子、声優さんになるって言って辞めた方がいるんですよ、今現在声優さん、うん、なったらどっかの会社入ってやってるはずですよ。はあ、まあ、なるほどね、推しメンがいるんだって、いるのかい。いるのかい。いや、僕ね、思うんですけど、その何ですかね、僕らが若い時に見てたアイドルって、うん、やっぱりアイドル目指してやってたわけだから、その売れるか売れないかで、うん、もうアイドルのまま引退だとかね、まあ、せいぜい行って女優さんとかそっちの世界なんですけど、うん、今のアイドルの方ってそういってね、アナウンサーだとか声優さんだとか、もしくはもうね、その芸能界に引退してもね、その留学して別な道、デザイナーとかって、うん、なんかね、ちょっと変わってきてますよね、うん、要するに最終目標じゃなくって、うん、こうプロセスとして考えてるとかね、なんかその、いや本当にサークルじゃないけど部活じゃないけど、うん、みたいな、その一回アイドルみたいな、うん、昔だからそのアイドルにずっとそのしがみつこうとして割とこうね、不幸になった人とかの話とかっていうのを見てみんな学習してるんじゃないですか。 あれはだからこういい時だけの芸能界みたいな、ね、はいはいはい、ね、そういう感じがあって、でそれを足がかりにしてまた自分の幸せは別にみたいなことをね、そうだからアイドルになったら別に大学行かなくてもいいじゃないかと思うんですけど、うんうんうん、ちゃんと大学行って勉強もしたいとかね。あ、そうですよね、そう、うん、ちゃんと将来を考えてみたいな、うん、だからそうアイドルもやるみたいな感じですよね。分かる、大学、そうそうそう、この方ね、こう生年月日から見るとね、はい、そういうあんまり器用なことのできない星の方なんですよね。うん、なんかすごくこう専門的になりやすいというか、要はこう幅のあるこうあれもこれもっていう活動のできにくい方で、あれかこれかみたいな形に割と決めやすいんじゃないかなって気がするんですよね。だから今回の選択も、はい、例えばまあこう、まあ、ちょどうだろう、アナウンサーとアイドルっていうのは両立しないかもしれないけれども、例えばあれもやるなんとか兼なんとかみたいな道もね、もしかしたらあったのかもしれないんだけれども、でも彼女の星は多分それができなかったんだろうなっていう気がしますね。なるほど、うん、まあ、じゃあまあ よかったんですね。そうだと思う、ある意味、まあ、融通の利かない星とも言えるんだけれども、はは、まあ、真面目な星だと、うん、まあ、そんな風に思いました、はい、でまあ実際その、ね、転職というか、うん、どうであったかという本格的な占いに関しては、うん、はい、また明日、明日ということですね、はい、はい、また明日も見てください、はい。